This is Workweek Radio and Labor Video Project, and we're speaking with Member of Parliament Taro Yamamoto in Japan, in Tokyo. Taro, why don't you talk about why you decided to become a political representative for the people of Japan? 日本の参議院議員の山本太郎です。どうして政治の世界に踏み込もうと思ったのかっていうと、もう市民運動の中でこうメッセージを伝えるっていうことの自分の中での限界っていうものを感じたんですね。それは市民運動への否定ではなく、自分がもっと一歩を踏み込んでできるんじゃないかって思った時に、やっぱり政治っていう舞台に出て、で、今問題になっている事柄に対して直接物を言いに行った方がいいんじゃないかなっていうことがきっかけです。What effect did the disaster Fukushima have on you and the people of Japan?その事故があった時もそうなんですけど、今はもう違いますけど、ずっと役者をやってたんですね。僕が16歳の時から役者をやってた。今は僕もうすぐ40歳なんですけれども、長い間役者やってたんですけど、この原子力っていうものに対して物を言う場合、異を唱える場合、その原子力に関わる企業に対してネガティブなキャンペーンになっちゃうわけですよね。例えば電力会社、三菱、東芝、日立、それだけじゃなくて、もう大手の建設会社、鹿島とか、それだけじゃなく、もう鉄鋼だったりとか、あと、なんでしょうね、銀行、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、日本のもうほぼ最大手のような銀行ですよね。他にも、生命保険会社、日本生命だったり、明治安田生命、もうとにかくいろんな大企業が原発に関わってて、でその株を持っていたりとかっていう関係性がある。だから一役者が原発のことに対して何か物を申すってことは仕事がなくなる。要はエンターテインメントの仕事はスポンサーからのお金で成り立ってるんですよね。だからそういう意味で仕事としてはもうなくなってしまいました。でも逆にこの原発に対してこの福島の状況に対して原発に対しておかしい、日本政府の対応がおかしい、電力会社の対応がおかしいっていう人たちに、そういうことを考えている人たちからは共感っていうものをいただいたと思います。 So you feel that there's pressure on people not to speak out about the Fukushima disaster and the danger that it is to Japan and the people of the world. この日本人の考え方としてこう空気を読むっていうのをするんですよね。自分が思ったことを言うっていうような考えじゃなくて、こう周りを見てこう関係性を崩さないように、一人だけなんかとんでもないことを言い出したりとかっていうのは日本の社会のルールとしてはちょっとはみ出してる感じなんですよね。だからこう例えば僕たちの世界であればスポンサーに関わることは言わない、心に思っても言わないとか、事故に関して何か思ったとしても言わないとかっていう、空気を読むっていう世界の中でやっぱりそこで自分自身がもうどうしても言うんだってことを決めるまでにやっぱり少し時間がかかりましたね。Were you surprised that you got elected? 2度選挙に出てるんですね。2012年冬と2013年夏なんですけど、その最初に選挙に出た時には負けてしまったんですよ。で、その 2度目の選挙で僕は勝つことになるんですけれども、でももうその時には勝つ、もう負ける、もう全く意識しませんでしたね。とにかく集中して、この選挙の期間だけでもたくさんの人に伝えられるっていう、たとえ負けたとしても、たくさんの人にテレビ、新聞で流れない情報を伝えるんだっていう思いでやってたので、だからどちらかというと、この、当選したっていうことは、なんかこう、あまり驚きではなかったっていう部分があります。What role did proportional representation?Have in your election. そうですね。だから2012年の冬に負けた理由っていうのは、その小選挙区、その小さな選挙区から一人しか受かれないっていう状況で負けてしまった。で、東京で、まあ、日本、東京で一番強い人に当たっていったんで、まあ、勝てるはずもなかったんですけど、で、まあ、2度目のその参議院、今の状態ですね、2度目の夏の選挙の時には、東京で、東京っていうエリアで5人受かるっていうような少し幅が広がったような状況だったんですよね。だからそこでやっと受かることができたんですよね。だから1度目の選挙の時にはもう何が何でも出てみんなに伝えるっていうことを考えてやったんですけれども、2度目は確実にまず大前提として国会の中に入るっていうことを意識した戦い方
だったかもしれないですね。最初の選挙は、どの選挙？衆議院の杉並区で、東京8区。In the United States, there's no proportional representation. So it's harder for independent candidates to get elected. What, for you, were the lessons of the Fukushima nuclear plant disaster? まず、そうですね、一つ目、まず最初に学んだことというのは、やはり原子力は人間の手に負えないものだ。で、もうすでにもう原子力っていうもの自体は存在っていうか役割を終えたものだと、エネルギーは転換していくべきだということが一つ目で、まあ、二つ目、この原発事故を境にというか原発事故を入り口に僕自身が学んだことというのは、今行われている政治、これは多分日本だけじゃなくアメリカもそうなんじゃないか、その他の国もそうなんじゃないかなと思うんですけど、実際に政治をコントロールしている、国を動かしているのは大企業、大資本なんだっていうことに気づきましたね。だからこそこの原発も日本の中ではやめる方向にいかない。やはり税金と電気料金から自分の腹を痛めずに、要は自分でお金を出さずに儲けられる企業がたくさんあるからってことですよね。After the nuclear accident, nuclear explosions, former Prime Minister Khan made the decision that he wanted to stop the nuclear plants from operating in Japan. And he said, you know, on TV, I saw it, that he felt he had been forced out of his position because of his opposition to nuclear power, both by TEPCO and by the United States.Is there any truth to that statement by former Prime Minister Khan? はっきり言ってしまうと、日本は今もアメリカの植民地のままなんですよね。というのは第二次世界大戦で負けた後、まあ要は敵国のままで、要はアメリカが日本を管理していると。で、それは直接的な支配ではなく、間接的な支配であると。っていうようなことがずっと続いているわけですよね。だからやはり、アメリカ側の意向っていうのは大きく組まなきゃいけないっていう現状があるのは確かです。例えば沖縄の基地であったりとか、この原子力の問題であったりとか。で、これはじゃあアメリカが日本を支配してるのが悪いのかっていう話ではなく、これは日本側がその中にもはっきりと自分たちの意思を示してこなかった。そのアメリカに守ってもらってるっていう部分のぬるま湯に使ってきたっていう大きな原因が一つだと思います。Well, in polls, election polls, the majority or a large percentage of Japanese people say they don't want nuclear power in Japan. Yet, the government continues to say that they're going to have nuclear power and we want to restart the nuclear plants. What do you think is happening? はっきり言うと、今の国会の中、日本の政治の中にいる議員たちの多くが大企業、大資本の組織票であったりとか、あと資金提供を受けて議員になった人たちがほとんどなんですね。722人いるんですけど、おそらくそのほとんどが、もうそうですね、何パーセントやねんやろ、もう多くが、その多くがもうそのような状況の中で、じゃあ、有権者から投票を得て、有権者の気持ちを国政の場で達成するっていう思いがあるのかっつったらほとんどないと思います。で、どうしてそんな状況が生まれるのかってことなんですけれども、これはすごく簡単で、多くの人たちが政治に対して興味がない、不信感しかないとかっていうような状況で政治離れが進んでるんですね。で、選挙になると投票率は低くなる、 30% とか 40% とか。そのような中で投票率が低いときに力を持つのが組織票、企業の力が大きくなるのは当然で、その結果、それがもう何年も続いてきた結果が今だと思うんですよね。The United States companies, General Electric and other US companies, were involved in, during the military occupation of Japan, forcing or bringing nuclear plants to Japan and supporting nuclear power. Now, American politicians, Kissinger,Nancy Pelosi, who was the head of the Congress, come to Japan and tell the Japanese people that they should continue to have nuclear power and also that they should change their constitution and get rid of Clause 9, of the Constitution against war. What do you think about the role of U.S. politicians
telling the people of Japan what they should do about their constitution or what they should do about nuclear power. まあ、あの、まず憲法についてその変更を求めるというか、その内容を変えた方がいいっていうことに関しては、まあ、ほっといてくれよっていうのが、まあ、あの、本当の気持ちですけど、でも元々を考えれば、その GHQ、あの、日本を占領していた占領軍が、あの、基礎となって、その叩き台を作った、まあ、その憲法を作っていたっていうことが本当のことなんだから、まあ、アメリカさんが作られたものに対してアメリカさんがそれに対して、あの、何か言うっていうのは別にそこまで行き過ぎたことじゃないだろうなと思うんですけどねで、まあ、その原発政策っていう部分で、あの、まあ、あの、日本に原発を続けろとっていうような話をするっていうのも、そこはもう利害関係があるというか、もちろんウランの利権もあるでしょうし、あと何でしょうね、あの、特許、その原発に対する特許の問題だったりとか、全てお金儲けに絡んでる問題だったりとかっていうことがつながっていくと思うんですよね。だから、まあ、そこをどうやって断ち切るのかっていう部分があると思うんですよ。だから、あの、まず日本の政治家が考えなきゃいけないことっていうのはものすごく多くて、例えばこの原発に対してもうやりませんって言った時の場合で、それだけじゃなく、やらなきゃいけないのは多分憲法っていう部分も、あの、もともと持っている憲法の精神も大切にしながら、自分たちの憲法をもう一度作らなきゃいけない。どうしてかっていうのは、この日米安保っていう部分を断ち切らなきゃいけない、断ち切らなきゃいけないっていうか、それも新たなものにしなきゃいけないからなんですよね。だから全て今作られている憲法、もともとある憲法っていうのは、この日米安保とかいろんなものとこう作用するように、やっぱり、あの、作られてしまっていたっていう部分があると思うんですよね。 One of the、ex-politicians who has been in Japan is Richard Armitage、former politician, and he has traveled around Japan and said that、Japan, you can overcome radiation and that you can decontaminate Fukushima、do you believe that? And、is that the position of the Japanese government? まあ、ぜひ、あの、アーミーテージさんだったりとか、ね、ジョセフナイさんだったりとか、そういう方には、あの、その打ち勝つことができるっていう根拠を、自分自身がその被災地であったりとか、その放射能汚染がある場所に住んで、そしてそこのものを食べて、あの、ご自身の体でその打ち勝てるっていう根拠を示していただきたいなと思いますよね。 What are you、proposing? Because Fukushima is still leaking radioactive water, radioactive material, people are still getting contaminatedThere's an increase in thyroid cancer of children and other people, and surgeries have increasing. What is, do you see as a solution to not just, you know, the problem restarting other plants, but the solution to what's going on in Fukushima? まあ、あの、もし僕が総理大臣っていう立場にいられるならば、一番最高権力者っていう立場にいられるならば、まず、あの、子供たちの状況をはっきりさせる必要があると思うんです。福島の中だけでその健康調査をやるんじゃなく、その対象となる例えば九州、遠く離れた西日本、九州の方からそのサンプル、あの、健康調査のサンプルを取って、やっぱりその比較ってものが必要だと思うんですね。で、そこら辺の、今言ったようなことの結果を待っていたら、やっぱりこれ以上進行していきますから、まずやっぱり人々動かさなきゃいけない。で、その基準を何にするのかっていうと、やっぱり年間1ミリ、事故が起こる前に世界的なコンセンサスで年間1ミリ以内の被曝に抑えるっていうルールがあったわけですから、それにのっとった形で年間1ミリ以上の地域の人たちには一度避難していただいたり、とにかくその人たちが選択できる、選べるっていうようなチョイスを作るべきだと思うんですよね。 There has been an issue of a lack of transparencyabout information, about where the hotspots are, nuclear hotspots, about the thyroid、cysts that are in children, and also that has been combined with the new secrecies laws that were brought. Do you think there is a relationship between the problem of having transparency about what's going on with the health of people and the hotspots in Fukushima and these secrecy laws, and do you think there's a relationship to that?まあ、特定秘密保護法、この秘密保護法っていうのはすごく問題がある法案で、法案というかもう法律で、とにかく全てを覆い隠せるようなものになってるんですよね。で、そのチェックっていうものもやはりすごく難しい。で、最初は5年で、連続で30年まで、5年更新で30年まで秘密にできて、で、その後政府が認めれば60年まで
秘密にできる、ずっと秘密であり続けることができるわけですね。これ本当にこんなふざけた法律を存在させてしまうなんて狂ってるとしか言いようがない。まあでもこのことでやはり原発のこともそうだし、全てのことを秘密にできてしまうっていうことにつながると思いますね。Do you think the secrets, there were some raids recently, Kyoto University, and their increased use of security, plainclothes policemen at demonstration, peaceful demonstrations. Do you think that there's an increasing repression and political attempt to suppress political viewpoints of people in Japan? もうこれはアメリカでもすでにあると思うんですけれども、テロっていうことを入り口に、全てのことを弾圧できるような方向性に向かってます。それは特定秘密保護法もそうだし、それ以外にもテロ資金を凍結できるような法案であったり、今日僕の委員会で僕だけ反対で、その他は全員賛成だったんですけど、まあとにかくテロという名目であれば全て通ってしまう。でも結局この裏には何があるかっつったら、警察権力、公安権力ってものを拡大していって、で権力に対して都合の悪いことを言う人たちを弾圧していくってことにもつながりかねないっていうような、今もう下地作りというか、もうほとんどそれは完成に近い方向に向かってます。 Now, Japan was the first country to face nuclear bombs in Nagasaki and Hiroshima, and the Fukushima disaster was a nuclear explosion, a dirty bombman-made dirty bomb that affected, radiated the people of Japan and the world. Now, the government of Japan, the Abe administration, want to extend military activities around the world, and there's growing danger of militarization in Asia. Are you concerned about the possibility of militarization and possible war in Asia? ちょっと3段階ぐらいで話していいですか？はい。まずそうなんですよね。この日本という国は世界で初めてこの原子力爆弾の被害に遭った国であると。で、日本には2箇所落とされたんですよね、広島と長崎。これ中身違うんですよね。ウランが中身がウランのものと、中身はプルトニウム。最初にウランの爆弾が落とされて、プルトニウムの爆弾が落とされた。で、本命どっちが本命だったんだってことなんですけど、後に落とされた方のこのプルトニウム爆弾なんですよね。プルトニウムが爆発した時にどういう影響があるのかってことを多分知りたかったのが本当のところじゃないかなと思ってます。で、よく事故が起こってからよく比べられるのは、広島で長崎であれだけ原子力爆弾が落とされてっていう状況なのに、もう復興してるじゃないか、福島も大丈夫だみたいな論調もあるんですけど、そうじゃないんですよね。中身が全然違う。どうしてか、広島型原爆はウランが 800g 程度だったと聞いてます。で、一方福島はそれぞれの原子炉の中に90トンレベルのウランが入っていると。これが日常的に漏れ出しているっていう状況なんですよね。で、結局歴史が何度も繰り返しているように、もうなんですかね、もう自分たちが例えばどこか他国であったりとか自国であったりとかっていうような商売の手が伸びきった状態の時に、何が起こるかって言ったら戦争が起こるんですよね。資本主義というか、その金儲けが頭打ちになった時に向かう先が戦争になっていくと。で、今日本はそういう状況だと思うんです。どういう状況かっていうと、今まで手をつけなかったその武器輸出、これを規制緩和しだしたんですよね。いろんな日本国内にある国内企業に対して武器っていうマーケットを提供したってことですね。例えばイージス艦っていうね、軍艦1隻作ると2500社国内企業が関係するらしいんですよ。それだけじゃなく、原発の事故もあったわけですよね。で、どれぐらいの被害の広がりがあるかっていうのは、多分これは1日ごとはっきりしていくことだと思うんですよ。日にちが経てば経つほど、こんなもう状況で経済もダメになっている状況の中で、唯一のリセットボタンがおそらく戦争ってことにつながりかねないと思うんですよね。 Now, the people of Okinawa
have just elected a governor who is against the base, the U.S. base in Okinawa. What is your view on that? And also, the U.S.-Japan security agreement is being negotiated, and the United States and Japan government want to have stronger military relationship. What's your view about the recent election in Okinawa, what it means to Americans, and also the U.S.-Japan military treaty? 先日の沖縄の知事選に関して、やっぱり辺野古、まあ、新しい基地は作らせないっていうことが民意で示されたってこと、素晴らしいことだと思うんですよ。というのは、やはり今、ね、アメリカの経済を見てみても、でこれから沖縄海兵隊の数を縮小していこうっていう方向性にあるときに、新しい基地を持つってことは矛盾してるわけですよね。やはりこれは日本の中にも既得権益、要は自分なんて言いますか、例えば砂利の利権だったりとか、いろんな建設の利権であったりとか、いろんなものが渦巻いてて、結局アメリカ側がそんなに必要じゃないものに対して、日本側のそういういろんな既得権を持った人たちが作りたいっていうような声が高まってた状態なんじゃないかなと思うんですよね。でも実際に沖縄に住む人たちにとっては不必要なものであるとということで、今回選挙で民意が示されたと思うんですけれども。安保の話ですね。まず、やはり、これからどうしていくのかっていう部分に関して、もちろんアメリカと日本との関係っていうのはあると思います。でも、やはり、このアジアの中での関係性っていうものをもっと深く築いていかなければいけないと思うんですね。距離的に近いのはどこだよって考えた時には、やはりロシアだったり中国だったり韓国だったり台湾だったりっていう一番ご近所さんたちとやり取りをうまくやらなきゃいけない。もちろんアメリカとの関係もあるけれども、やはりアジアでの平和、東アジアでの平和っていうものを目指すためには、やっぱりもっと深めなきゃいけないんですよね。だからそれが全然されていないっていう状況にある。 There's a great deal of economic problemsdisparity of wealth, tremendous oligarchy, small number of people having greater wealth, young people having trouble going to college, temporary work, and the same as in Japan. The future of young people, very difficult. Temporary work is a problem, more and more temporary jobs, no security. It seems that on those issues, the governments really have no solution. What is your solution? What is your view about this?Problem of economic young people, the economic rights and living conditions of young people and seniors and elderly. これはもう多分世界中というか、まあ多くの国で抱えている同じ問題だと思うんですけども、要はそれぞれの国の企業からちゃんとした税金を取れてない状況。それぞれがもう日本の企業とかアメリカの企業とか関係なくして、それぞれもうグローバル企業化してしまってる。で、税金逃れをできるような、例えばタックスヘイブンとかに逃げ込んで、結局自分たちの国に還元していないっていう状況から、でもそれでも企業に逃げてほしくないっていうような、政治家たちは何を考えるかっていうと、企業にできるだけ美味しい思いができるような、例えば、法人税を減税したりとかっていうようなサービスをいろいろ考えるわけですよね。それによって誰に幸せがいくかっつったら、その国に生きてる人々だと。これ全くもう本末転倒っていうか、話にならない状況なんですよね。だからこれは本当に日本だけじゃなくて、世界中が手を組んで、要は大企業がそういう税逃れのためにいろんな世界中の税金安い国をこう通過させて、税金逃れをできないような状況を作るってことがまず一つだと思うんですけど、日本国内においては企業に対してしっかりとした法人税を納めてもらうということが一つと、でもう一つは要はお金持ち、今お金持ちに対してものすごく優しい税制になってるんで、これはもう本当にそれぞれの稼ぎがある人が高く税金を納めるっていう元々の税金のあり方っていうものに戻れば、もう話はすごくシンプルなんですけどね。企業がね、全然税金払ってないんですよ、日本の場合。要は企業どれぐらい払ってるかって言ったら 34.62 ぐらいの税率で払ってるって国は言ってるんですけど、でも実際は 0.006% とか 1% とか
10% か 20% ぐらいなんですよ。Sound like the United States. They get subsidies to big companies. Yeah. Yeah. Now, the Trans-Pacific Partnership has been a major political endeavor of the Obama administration, the Clinton administration, all U.S. governments. In the United States, there's major opposition to this by labor groups and also environmentalists and people who are concerned about GMOs. And recently, there's been opposition expressed in Japan with farmers and others. Why are the Japanese people opposed to the Trans-Pacific Partnership? 反対する理由、一番簡単なことは、これは、国と国との協定、条約協定のように見えるけれども、そうじゃないんですよね。なぜか、国民の代表である国会議員がその内容を知れない。一部の限られた人間たちしかその内容を知れない。で、これ、でもその TPP の交渉内容について知れる人たちがいるんです。どんな人たちか。利害関係のある企業の500社、600社の関係する人たちはその内容を見ることができると。これは国と国との、やり取りとか、そういう話じゃないんですよね。で、まあ、まず大前提の入り口として、何も知れない。で、一部の人間だけが国の代表としてその内容を決めていってしまうというのはすごく危険であると。で、その決めた内容は、要は、国会議員とか政治に関わるものじゃなく、企業、利害関係者が見れるっていう時点でもうまず最初でアウトですよね。で、国内法、まあ、条約だったり協定っていうのは国内法の上に立つものなんですよね。で、これ決まっちゃうと国内法をどんどん変えさせられてしまう。要は日本人がこの日本人を自治してるっていう部分がどんどん奪われていってしまう。誰の都合で変えられていくかって言ったら、やっぱり巨大企業の、都合によってどんどん国内法も変えられていってしまう。どんどん日本を切り売りされていってしまうっていうようなことだと思います。 The US with support of Japanese business people have been able to implement deregulation in Japan, have been able to implement privatization, support privatization, and the Japanese government, previous Japanese governments privatized Japan Rail, they privatized the post office here, and they would like to privatize other public services. What has that meant for the people of Japan? これは、なんていうんですかね、グローバル化の波というか、そういうものが押し寄せてきたっていうのは、この日本だけじゃないと思うんですよ。例えば、南米のチリであったり、アルゼンチンであったりとかっていうところで行われてきたこと、要は、シカゴ学派、シカゴボーイズって呼ばれるような人たち、要は、国の中心に立つような、若者たちがアメリカで教育を受けて帰っていって、で、自分の国の、そういう国営企業とかをどんどん民営化させていったと。っていうような流れもあったと思うんですね。で、次は日本の番だという話だと思うんですよ。で、まあ、要は民営化が悪いとは言わないんですけれども、この日本という国で、その公共のサービスとして与えられるものに関しては、やはり国有企業が存在するってことは僕は必要だと思ってます。その国の産業を守ったり、その国の公共サービスを守るためには、この全てを民営化していいかって言ったら、僕はそうではないと思うんですよね。だからその国営という形で守るってことが必要だと思うんですけれども、残念ながら今の流れはどんどん民営化されていってしまうと。この先に待ってることは何かというと、やはり、なんでしょうね、その公共の、例えばインフラとかそういうものもどんどん外資に売り飛ばされていってしまうっていうようなことに行き着くんじゃないかっていうふうに懸念しています。Do you think that corruption, there's growing corruption in the United States and in many capitalist countries around the world, corruption is growing. Do you think that the privatization of public resources has to do systemically with the problem of corruption, growing corruption in many countries, including Japan? そうですね。もちろん、この民営化の動きと政治の腐敗っていうのはもう必ずセットだと思いますね。先ほど言ったと思うんですけど、今、多くの国々で、やはりこのグローバリゼーションだったりとか、あとコーポラティズム、要は政治を動かしているのは実質大企業、大資本なんだっていうことが答えだと思います。政治の腐敗っていうのは、要は本当はその国に生きる人たち、有権者の声を聞かなきゃいけない、その人たちのために働かなきゃいけないっていう政治
ていう元々の基本部分があるにもかかわらず、お金だったり票だったりっていう部分でその企業のロビー活動によってどんどんそれがその気持ちがどんどん侵食されていった。結局その人たちが仕事をするのは企業資本のためになっちゃうってことですね。これ政治の腐敗ですよね。であと民営化っていう部分に関しては、人々に対して必要なサービスであったりとか、あのいろんなルールってものをどんどんあの大企業大小に対して切り売りしてしまっていく現実、これが民営化とつながる部分もあると思います。この2つはセットだと思います。 In the United States there's been a major effort to privatize education and teachersPublic school teachers have been attacked for the problems in education instead of, for example, poverty, you know, of young people. And I understand now that there's efforts made to privatize education in Osaka and throughout Japan. What is your view about the privatization of public education in Japan and what it would mean for the Japanese education system? まさに、なんでしょうね、今言われた民営化、民営化っていうことがなされていけば一番しわ寄せが来るのがそこだと思います。というのはお金がある人には、まあ、あの素晴らしい教育を受けられて、そうでもない人たちにはそれなりの教育しか受けられない。やはりあのどんな、どんな生まれであってもその教育を受ける、 どんな生まれ育ちであったとしても全ての人たちが平等に教育の機会を与えられるっていうあの大前提、憲法でもそうですけど、そういう理念に大きく反するものだと。だから教育の民営化がなされてしまえば、それぞれの経済状況によって受けられる教育も変わってしまう。これ医療でもそうですよね。あのそれぞれの所得によって、それぞれの収入によって受けられる医療が変わってしまう。これ全部つながってる問題ですよね。医療であるとか教育であるとかっていうことに関して、その本当の意味での民営化っていうものは持ち込まれるべきではないと思います。Part of the economic crisis, worldwide is a growing attack on immigrants, migrants, increasing racism and nationalism. Do you see that as a problem in Japan, with the government, whipping up nationalism or racism in Japan? Do you see that as a problem?今あの日本の中で問題になっているのが、やはりその人種差別というか、一部レイシスト、一部その人種差別主義者によるあのヘイトスピーチであったりとかっていうことなんですよね。でこれはものすごくあの今の政治とあの根底の部分でつながっていると思います。というのは、とにかくアメリカの若者もそうでしょうけど、日本の若者も今ギリギリのところで生きてるんですよね。低賃金、長時間労働っていうようなところで、もう希望がない、もう半年後1年後の自分なんて描けない。でどこかで逆転して自分が全く違う世界に行けるっていうような希望なんて全く持てないっていう中で、その自分の中でたった一つ誇りに思えることっていうのは日本人であることでしかないと。例えばそういうような気持ちを持った若者がいて、でまあその人たちにとって一番の吐け口となるのが立場の弱い人たち、要は日本に住む韓国の人だったり中国の人だったりで、まあ、中国本土であったり韓国本土であったりっていうところに向けて その自分たちのエネルギー あの発散の場所の一つになってると思うんですね。まあ、今行われている政治っていうのがもう実態がないんですよね。実態が全くない。搾取、人々から削り取ることを成長と見せかけて、あのこんなにすごいことになってます、こんなにアベノミクス成功してますっていうようなことを言い続けてる。その一方で大企業大資本の得になるような政策をどんどん推し進めてるっていう現状の中で、要はその本質、今行われてる政治の本質を気づかれて困るのは政治家たちなんですよね。特に安倍総理であったりとか、でその人たちが一番あの人々から政治から目をそらすために便利なものが、やはりナショナリズム、愛国心を煽って中国が韓国がっていうようなメッセージを届けることによって、この双方の利益が合致するっていう最悪のパターンになってると思います。 Like the United States, in Japan, political alternatives are rather limited. In the United States, you have the Democrats and Republicans. They both, for example, support nuclear power. They bothsupport Japan changing its constitution. They both support more militarization. And in Japan, it seems you have a similar political situation. What is the future for Japanese politics
since you are an important voice, but you're an independent candidate. There is no political party, mass political party, that represents your point of view. What do you see as the future of Japanese politics? 結局政治で経済界で、マスコミっていうのはこれもう一体なんですよ、利害が。だから結局今行われている政治の世界の中のことしかマスコミは伝えないわけですよね。だからこれはすごく大きな問題で、で僕みたいな人間が活動していくためにはどうしたらいいかっていうと、もう草の根しかないんですよ。で、この日本でもおそらくもう明日ですかね、衆議院の方が解散して選挙に突入するんですけれども、まあ、もちろん僕みたいな新参者はその中には加われないんです。この選挙をどう戦っていくかって話し合いになるときには野党の中でももう完全にいないものとして話し合いが進められる。でこっちから話を持っていったとしても、いやもうごめんねっていうことで断られてしまうっていうような状況なんです。でとにかく今ある政党っていうところと政党の中でこの日本を変えていくってことは不可能なんですよ。どうしてかって言ったら、もうすでに既得権益になってるから、もうこれプロレスなんですよ。プロレスに失礼だけど完全に茶番なんですよ。だからここと交わってどうのこうのってことを考えること自体がもう僕は間違いかなと。じゃあどうするんだってことなんですけど、やはり僕が国会議員になった理由っていうか、慣れた理由っていうのが一番分かりやすいと思うんですけど、要は市民の手で国政に議員を送り込むことができるってことを僕は体現してると思うんですよね。そのような形でやっぱり全国の小さな都市から市民が擁立した候補を立てて議会の中に送り込んでいくってことをやっていくことによって、いつか国政にも市民が擁立した国会議員を多く送れるような、なんかそういう運動といいますか、そういう状況を作っていきたいっていうふうに思ってます。時間かかるけど。 One of the things that I've noticed in Japan is that women, mothers of Fukushima, women are playing a bigger role in activism, both against militarism, against nuclear power, and also against sexual discrimination. Do you think a growing role of women is important for Japanese society?これからの日本もこれからの世界も変えていくのは、その原動力になるのはもう女性だと思うんです。どうしてか、今まで散々男社会がもうね、何百年も続いて何千年も続いてきて、まあもう同じことを繰り返すってことがよく分かったと思うんですよね。でも女性は違うんですよね。やっぱり命を生み出すっていうことを知ってるわけですよね。この遺伝子レベルでもそれは分かってると思うんですけども、やはりどうコミュニティを守ればいいのかっていうことであったりとか、常にこうコミュニケーションっていうものを大切にするっていうことがあると思うんですね。まあもちろん僕なんかあんまり女性とうまいことコミュニケーション取れずにここまで来たんですけれどもでもやはりこの原発事故が起こってから全国いろんなところに行って、やっぱり一番先頭に立って頑張ってる人たちっていうのは女性が多いですね。だからこれからの世界を変えるのは女性がキーを握ってると思います。 You've never been interviewed by CNN or major international media, although you're an important voice in Japan of independent viewers and people who don't support the government policy. Are you surprised by that?And what do you really have to say to the American people about your concerns and the concerns of people around the world? そうですね。ヨーロッパ系のメディアはたまに取材に来てくれるんですけど、でもアメリカ系のメディアはあまり来ないですね。で、アメリカの皆さんに僕が伝えたいことっていうのは、そうですね。まあもうアメリカの中でも本当にこう、完全に二極化されてるというか、持ってるものと持ってないものっていうものがくっきりと分かれてるような状況になっていってると思うんですけど、日本もそうなんですよね。今世界が抱えてる問題は全て共通していて、どれだけ多くの人たちに、なんですかね、どれだけ多くの人たちにこの今の政治状況をひっくり返して新しい世界を作れるのかっていうことを勇気づけて、で一緒に行動できるかってことだと思うんですよね。
今気づいている人たちをどれぐらいまで今日は増やせるのか明日は増やせるのかっていうことを毎日続けていく先には、僕はあのアメリカに住む人も日本に住む人も中国に住む人もみんな横につながって、この今本当にコントロールされている政治状況、この大企業のための大資本のための政治っていうものを変えていける日が来るんじゃないかと、あの自分の中で信じてやっていってます。 So you're, are you optimistic about the future? 楽観的ですか。その両方があると思います。で、あのまず最初に楽観的っていう、そうですね、まず両方持ってると思います。まず絶望的な気持ちも持ってます。でもそこでは負けたくないっていうか、やはり子供たちとかその先の世代に対して申し訳が立たないっていう考え方が一つあります。で、あの、まあ、楽観的っていう部分を持たないとやっていけないっていう部分があります。でも、誰かの何かを信じるというよりも、この自分の中に燃えてるものを信じるっていうことがやはり一番正解なのかなって思います。What are your words of advice to American activists who are opposing nuclear power in the United States and opposing militarization of Japan and Asia? まあ、おそらくもう運動されている方々は僕よりも全然原子力のことも詳しいでしょうし、あとキャリアも長いでしょうし、僕は 3.11 からだから3年半ぐらいしかまだ やれてない状況なんですよね。でも、まあ、一つ言えることは、僕からのアドバイスというものはそんな大それたものは特にないんですけれども、もう諦めたら終わりだよなっていうことですよね。で、まあ勝つまでやらせていただくっていう気持ちでやっていきたいと思います。でもそれは自分の命の危険であったりとか、そんな家族に不利益が生じるようなことになるまで頑張るとかっていうことではなく、自分のできることを最大限影響を及ぼせるようなことを何かってことを探っていくべきなんじゃないかなって僕は思います。